さあ、はい、というわけで、はい、まずは、はい、免許取得おめでとうございます。あ、ありがとうございます。あ、結構ちょうどよく祝ってくれた。すごいね、今自衛隊からだ。自衛隊か。はい、ということで、免許のちょっと歴史を振り返りたいんですけど、はい、取りに行ったのがまずいつですか。まあそうですね、取りに行ったのが多分、去年の6月から、はい、2019年の6月に行って、はい、取得したのが、2020年の、10月26日ですね。ああ、まあ免許取得したのがね、はい、卒業したのが大体3月ぐらいで、そうですね、卒業までにまあ目いっぱい期間使って、はい、卒業してから半年経って、はい、免許取ったと。いや、最長記録なんじゃないですか。ちょっとじゃあ免許証持ってますか今。あ、ぜひぜひ、はい、ちょっとじゃあモザイク11月だったわ。偽造じゃないですか。ここにね、一応2台、はい、車があるんで、はい、僕と土井谷くんでじゃんけんして負けた方の車でを実験体として、まあ西尾さんに運転してもらうと、はい、ことでいいんじゃないですか。ちょっと聞いてないですけど。OK ですか。石尾さん結構チャリの運転もやばいで有名だったんですけど。昨日なんですけど、まあ、これ斜めじゃない、長豆じゃないですか、はい、これであの湯野くんのデスクでボーンって一回ぶつかっちゃってるんで、まあ、生身で何の運転できてないの。この運転も生身で体の運転できてないの。最初はグッジョケっぽい。お願いします。はい、最初、はい、Z90 も中回してここはいい。あ、ここはまあちょっとここの辺の手元だけ押してあげて。あれ、まず何からするか分かりますか。まあシートベルトしよう。はい、で、鍵も入ってて、あの刺さないタイプなんで。あ、そうなんだ。そこを踏んでもらって、はいはいはい、ブレーキね。ブレーキはこれ、左がね、このフットブレーキっていう。あ、フットブレーキあるタイプ。そう、フットブレーキで、ハンドブレーキないからフットなんだよね。いい、もう終わった。あ、じゃあ終わりますうわー、ちょっと待って、俺ずっとこれだったからさ。これの足盤だよ、完全に、うん、いやもう、なんか混乱してるわ、体今。あ、やばい、フラッシュ映し、ちょっと、土井谷の車はどんな感じなの。土井谷さんも一緒。うわ、終わりましたか。ちょっとね。あ、そこで、そう、ブレーキを踏みながらここを押すとエンジンかかる。うわ、もうこれじゃないし、これじゃなくて、なんかすごいね。ブレーキ踏みながらじゃないと。ああ、パーキングじゃない、大丈夫かな。これパーキングでいい。で、まあここはまあいいか、これだな。もうすでに見える、大丈夫、後ろ大丈夫ですね。もうちょっとでもこれだから、もうちょっとこっちの方がいい。すでに前に車があるのがもう怖いんだけど。ブーンって来そうな、本当に怖い。結構高い車だよね。あれ最初はクリープで。開いてる、あのね、そこの右のところを上にするとオープン。じゃあ発進しましょう。そうですね、まあ、ちょっと僕窓開けなきゃいけない、できないタイプなんで。そうなの、生意気にも。ハンドルも持ってもらっていいですか。はい、いいですよ、これでしょ。はい、ちょっとなんかアクセルに踏まない方が、ちょっと早いかな。フットブレーキは解除した。上になってれば解除できてる。なってますね、多分。オッケー、よし、オッケー、もういいっすか。じゃあいいっすよ。いやー、久々の D2。 あ、これね、やばい、ちょっと車のあれがもうすごい、いっちゃいますね、僕。はい、おー、動くね、いいですね。おー、おー、間違えた。おー、おー、あ、いいね。おー、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 結構全然ゆっくりでいいからね。ゆっくりでいいよ。いや、ゆっくりで、やばい、その内輪差気をつけて。怖い、やばい、やめろって。わかった、まあ、やめろって、お前、それは出さなきゃね。そういう回じゃないか。なんか早いんだ。うちゃん、うちゃん、もうじゃあ、これ、まあ一回、あ、これ出なきゃいけない、これ。いや、そこ入っていいよ。お、大丈夫。じゃ一回バックの練習。あ、そうだね、すぐこれで、まあそうです、そのまままっすぐ、こっちだ。あ、いや、そのまままっすぐ、いや、まっすぐ、すぐ後ろに戻すか。あ、それでもいいか。そして、あとちょっと、あと急アクセルなんだよ。急アクセルなんだよ。もっとなんか、うーんっていこうよ。そう、あ、ちょっと分かった、それはもう申し訳ないです。ちょ、もう大丈夫、右。はい、大丈夫っすよ。いやー、でもなんかすごい思い出が振り返ってきたよ。あ、いいですね、ちゃんとインカー出して。怖いわ、もう怖い、急に怖くなってきた。それやめろって。急に怖くなってきたわ。
これ一般道出しちゃダメなやつでしょ。一般道出て大丈夫なの本当にこれ。こっちがいいのか、下がり方。まあ一回下がっちゃって、まあそうだね、困ったら一回下がっときゃいいから。うん、あでもね、ちゃんとね、あの構造分かってるから、うん、いい感じだね。いやでもね、これあごいこれでもちょっと右に曲がってます。あ、ほんと回しちゃっていいか。あ、逆あ、すごい、おーすげえ。じゃちょっとこれって、はい、アンドブレーキを押してパニック、はい、あ、あったんすね。で、一旦ストップ。そうだね、まあ、おーオッケーそうオッケーそう。ちょっと僕嫌なんですけど、一般の電動は怖いね。怖すぎるわ、本当に。どうでした、どうでした、はい。いや、なんか、ハハハハっていう声がやっぱ怖いよね。怖いよ。怖い、じゃあお前、こマジ乗ってみ？内輪差大丈夫だった？いや、まぁ、あ、見た感じ普通だったと思うけど。普通だった。うん。結構なんか、なんていうの、初心者にありがちな日和があんまなかったから。確かにね。そっちの怖さなんか大胆なんだよな、初心者のくせに。あ、てか若々マークつけないとダメじゃん。運命共同体だから。本当に。マジで。これ僕の指名じゃダメなんですか？嫌です。え？なんで？嫌です。なんか2回目は良かった、別に。いや、マイク。てかさ、ちょっともうちょっと近づけたらいいかも。いくよ。最初、グッ、ジャケポイ！うわぁ、もう同じかよ。じゃあ、すらさん。ほんと、いや、ほんと、いや、近い、そんななんか、そんな記者会見みたいになってるから。できると。いや、怖すぎるわ、マジで。はい、じゃあ行きましょう。はい。まあ、運転で、うん、結構こう、重要なのは、こう、一緒に乗ってる人が不快にならないぐらいの、この、加速と減速にするっていうのは、それを意識してると自然となんか運転も丁寧になりますよね。うん、あ、本当ですか。はい、さすがです。なんかやっぱドイテンさんとかの車乗ってたらガーンってなってグンってなるそうなりますね。グンってなるじゃん。そう、急いでる時がね。そう、あとイライラしてる時ね、彼がこれ左だっけ。これまっすぐ行って、そう、あの車と一緒の左に。あ、OK です。右に寄ってるから全体的に。そうですね、ちょっと。いや、なんか左がもう怖すぎてね。一時停止ね、これ。これ一時停止ね。はい、歩行者あるから。歩行者もいるからね。歩行者もいるから、ね、しっかり出るとき気をつけてね。さあ、離陸しました。一般の離陸しました。あー、これはもうまっすぐでいいよ、はい、そのいやー、ちくりそう。もうちょいスピード出したらいいかもしれない。あ、ほんと？もうどういったんや、とりあえず、うん、まあ40キロぐらいかな。そうだね。おー、こいつ危ない。こいつ危ないね。危ないよ。危ねえな。いや、でもね、やっぱ怖いね、この道。うん、ちょっとこれ、あれですね、渋滞になっちゃいます。あ、ほんとに。あの信号を右折しましょう。あ、OK。 はい、右折しましょうか、次。ここは右全然多分いけると思う。ここ、はい、ここ右全然いけると思うんですよ。あ、いいね、でも。いや、なんか思ったより安全運転でよかったわ。あ、ほんとっすか。うん。おー、すごい、怖っ。もう少しちょっとアクセルゆっくりめに踏めば、はい、もっと良くなりますね。え、なんかみんなの凄さが分かるわ、これはちょっと。すごいわ。ここからバンバン行くもんね、みんな。うん、はい。よっしょ。うん。これ行きましょうか。行っちゃうか。これの後に行く感じで、はい、多分入れてくれるんで。危ない、あ、危ない。入れないね。入れてくんない。入れないね。入れないっすね。ここ、いやー、やっぱ千葉県民ダメだわ。ここ行けるね。これ普通ね、これね、若者マーク見えてたら、うん、入れてくれるんですけど、うん、いいよ。多分見えてないっすね。あー、もう悲しいね、ちょっと。今ちょっと危なかったね。うん、あのままガンって言ってたら、ガンって出したもん。ガンって。こういう信号とかがない場所。あー。俺らのスタジオ周辺とか。はいはいはい。こういう真ん中分かれてないところは、対向車来たらこう寄って、すり抜けないといけないみたいな。あー、多分それできないね。そう、それが結構最初は難しいと思う。ね、スタジオ周辺ね。ん？ん？あー、やってきます。いや、スタジオ周辺ね、つって。あ、話しづらかったかな。ちょっと運転集中した。トークと運転はね。そうですね。ブレーキね。ブレーキブレーキブレーキ。おい！怖い。あ、ごめん、性格変わっちゃうから。怖いんだけど、マジで。怖いよ、ほんとに。トラトラしてんじゃねえよ、おい。いいっすよ、もう取れ高考えて。大丈夫です。取れてるんで。
これまっすぐだね。まっすぐだ。はい、曲がんないね。まっすぐ。もう少しで多分マック出てくるんで。あ、本当に？そこがゴール地点だ。あ、そこのマックね。はい。1個前だからそこ。今まだ入れないけど。ああ、このドライブするっていうところ。そうだね。出しちゃっていいんだ、大丈夫。歩行者結構注意っすね、これは。ドライブする。そうっすね。この車がいった。いいね、ちょうどいいね。もう曲がってる。あ、もうアクセル踏まなくて。人いない？オッケー、人大丈夫。オッケー。ちょっと待って。ここは左？はい。で、ドライブ、ここで一時停止して、で左に入っていくって感じですね。はい、じゃあ行っちゃいますね。はい、どうぞ。ゆっくりアクセル踏まなくて。よし。で、右側の。オッケーそう、オッケーそう、オッケーそう。で、もうこうまっすぐ取ってみる。よし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 。オッケーそう。はい、ファンタグリップなんか。はい。さあ、ビッグマックセットで、あ、行ってますか？大丈夫、大丈夫、言い続けて。あ、ビッグマックセットで、飲み物をファンタグレープで、あ、はい、M のがいい？ M でいい。OK、ちょっと、M サイズに、してもらって、で、ファンタグレープ。ビッグマックセットを M サイズで大丈夫？そうですね。で、はい、ファンタ、飲み物ファンタグレープでお願いします。はい、間違いないでしょうか？ありがとうございます。はい、最後3番どうぞ。ありがとうございます。もうちょっといいですか？いいよ。OK、3番っすね。3番で。ここね、結構ね、内側注意ですね。黄色いポールのとかもあるんです。もうちょっと右側行ってからこうですね。そこ曲がったところに受け渡し口が。おお。まだ。カリブの快速の。もっと奥から。今店員さんもちょっとあれ来ないなってなって。いやそんな遅いこれ。人覗きしてきましたね。おいいじゃん。うまいね。本当ですか。うまい、マジでうまいこれは。いやでも安心しました。もうあともうちょっとですね。よかったよかった。いや、本当すか。生きて帰れたわ。いや、もうそれただの。ありがとうございます。終わりっすかね。はい、じゃあとりあえず前に出ましょう。はい、ありがとうございました。あー、やば、怖っ。結構怖い、これ。ちょっと待ってね。初心者だから私ちょっと。待って、あ、これね。大丈夫、左手に大丈夫ですよ。はい、おー、人来ましたね。優しい。あいいですよ。はい、いいですよ。いいですね。じゃあ、なんか、優しいって言った後で、めっちゃトマト割れてたから、これ優しいのかどうか。あ、で、これ、止まって、ほら、一回。あ、ここ？うん、これね、この、ハザード出すときは、駐車するライズだから、確かに。どこに止めるか、ある程度把握して、待ってあげた。いやー、助かります。もうね、止まれるとかするな、こいつ何、止まってんのこの右の車。え、これ、出てない、あれ。右、ちょっと1個出てますね。だから、ちょっと難しいですけど。何こいつ。やられてるこれ。まぁ、ちょっと、まだ悪いですけど、この間、頑張って。どこで止め、あ、止まってんの？あ、待ってんだね、今、駐車してたから。あー、結構。頑張って。もう、回そう、ブレーキ、ブレーキ、ちょっと踏んで。ちょっとこれで、間に合わないと思う。ほんと？ストップ、ストップ、ストップ！オッケー。オッケー、行く、ちょっとね。左に全開。俺やったらいいかな、大丈夫かな。ちょっと下下がるでしょ。いいよ。おお。気に入って。いいっすか。いいよ。離していいよ。で、もうちょいいける。で、ブレーキ。ブレーキ。オッケー。で、右に思いっきり回して。オッケー。右に回してから。すげえ笑われてる気がする。大丈夫？笑われてますね。笑われてる？ね、いいっすか。おお。これ笑われてんな。右気をつけて。はい。これ笑われてんな。止まってだいぶ笑われてる。めっちゃ見られてますね。見えたのせいだろうが。腹立つわーやつ。いやまあでも駐車待っててくれたんで。左出ましょうこれ。初心者来ちゃったな。初心者も来ちゃった。ここどっち右左。左。左オッケー。ちょっとあの女ちょっと一回俺で説教してくれ。おめえらみたいなやつのせいでな初心者が困ってんだよ。いやでも今のがさ、本当なんかデートとかじゃなくてよかったよね。デートで隣の女性ちょっと一回止まってるで、笑われてるってね。ありがとうございます。いやね、怖いですね。ちょっと両手でしっかり持ってハンドル。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。これ、あのミニストップ入れますか。ああ、いいんじゃないですか。あそこ意外と広いしね。ああ、はいはいはい。自転車屋さんと。で、最後駐車して終わりましょう。はい。バック下手なんですよね、多分。大丈夫だね、結構まっすぐですよ。めちゃめちゃまっすぐよ。マジで？おお。どうでしたか？いや、良かったんじゃないですか。良かった。唯一
あのあれ、駐車場のとこ、スーパーのあそこの、はいはい、あのこのすれ違う時の、はい、あのどんくささで、はい、もう僕後ろから見てたんですけど、通り過ぎた後女子が2人だったんですけど、はい、めちゃめちゃ笑ってた。こっちもこっちもその話題で、しかもちょうどなんかね、うん、多分助手席の方の子が、うん、あの運転を多分なんか絶妙に例えたんだと思う、うん、それみたいなそれみたいな感じでめっちゃ笑われてた。あれはもうダメだよ。1回目でこの駐車できるのはだいぶ俺センスあると思う。確かに駐車マジでみんな苦戦するから、普通もうちょいここら辺まで来るんで、あとなんかこう回してどっちなのどっちなのって言って何回も切り返すみたいな、うん、西山1回で切り返しで来ましたから。いやーなんかいけましたね、うん、まあ、レベル1はまあクリアなんじゃないですか。そうですね、いや思ってたほどひどくないですね、うん、ひどくないのでも、あとは慣れ始めて、まあ、さっきみたいにね、家のデスクにボーンってぶつかるみたいにね、うん、確かにその注意不足が注意西尾のやり方としては注意不足だもんね。そうだね、注意ちゃんとしてるときはまあちゃんとできるもん。いやナビ見て自分で運転しだしたときは怖いよね。確かにいろいろ見なきゃいけないからね。いやでもそれはまだ高速今回違うじゃないですか。そうだね、そのパターンは全然笑えないですよ僕。まだあるかもしれない。今度はまあ高速とかガソリンスタンドとか、いやそういうのじゃないかな。そうそうで最終的にやっぱ首都高と都内、はい、俺もうマジでいまだにちょっと怖いもん。あ本当に怖い。岩田は怖いだったらやばいな。怖いもんいまだに。はい、よかったんじゃないですかね。よかったですね、はい、次回はねまあだから、高速道路、はい、行けたらね、行けたらって感じなんで、はい、車の案件お待ちしております。いやいらないでしょ。ああ確かにマイナスだろ。バギーとか全然運転していないんで。なんか壊れない車とかだったらなんかその人に強い車を売りたいから。ということでありがとうございました。ありがとうございました。